ルじゃない。花があって、立ってるだけで存在感があって、みんなが振り返るくらい綺麗で。どうしてアイリちゃんまでそんなこと言うの？え？アイリちゃんが教えてくれたんじゃない。大事なのはハートだって。ファンに希望をあげるために頑張るのがアイドルだって。だから私はずっとそんなアイドルになろうと思って頑張ってきた。なのに、なのにどうしてみんな私の見た目や生まれ持ったもののことばかり言って責めるの？もしかして私のせいなの？私が雫にあんなこと言ったから？それは、でも辞めることはずっと考えていたの。みんなとうまくいかなくなってからずっと。みんなってチアフルデイズのメンバーのこと？メンバーが人気のある雫を妬んでいたって噂は本当だったの？初めは違ったわ。みんなで競い合って頑張れて楽しかったの。でも私がセンターになってからは、新曲のセンター選抜もどこか形だけになっていって、頑張っても頑張っても私の仕事だけが増えて、みんなはだんだん冷たくなっていって。そうだったの。みんなとうまくやっていけるように頑張ったけど、でもそれももう限界で、もうアイドルが好きなのかもわからなくなっちゃったの。私のせいだ。希望をあげるなんて言って、私は逆のことして、私が雫からアイドルを。桃井先輩、そんなの嫌。雫は本物のアイドルなのに、私とは違う。雫はだから、雫がステージから降りるなんて、いや！桃井先輩、どこ行くんですか？もしかして劇場に行ったんじゃない？チアフルデイズの。